給時における館内設備についてのご案内をいたします。 Ladies and gentlemen, please watch your yesterday while we demonstrate the safety features of this aircraft only in Japanese。 前方の乗務員をご覧ください。ただいまより本日運航エアバス A320 の安全設備についてご説明をいたします。ジェットスターを頻繁にご利用のお客様もどうぞ機内安全の説明をよくお聞きください。離着陸の際だけでなく突然の気流の変化に備えまして、シートベルトは常時腰の低い位置でしっかりとお締めください。シートベルトは先端の金具をバックルに差し込んでお締めください。レバーを引き上げると外れます。突然の気流の変化によりまして機体が大きく揺れる場合がございますので、ご着席の際は常時シートベルトはお締めいただきますようお願いいたします。座席のポケットには安全のしおりが常備されています。これには安全姿勢をはじめとした緊急時の大切な情報が記載されていますので、離陸する前によくお読みください。エアバス A320 には非常口が8カ所設置されています。キャビンクルーが位置を示しますので、最も近い非常口の位置を確かめください。万一視界が悪くなった場合に備えて、お座りの席から非常口まで座席が何列あるかをご確認ください。またキャビンクルーは非常口までの経路を示す発光テープの位置もご案内しています。機内には救命ボートとスライドラフトが設置されており、緊急時にはキャビンクルーがこれらを操作いたします。万一避難の必要が生じた場合、手荷物は全て残したままキャビンクルーの指示に従い速やかに避難してください。客室内に酸素が必要な状態になると自動的に酸素マスクが降りてきますので、手元に引き下ろし速やかに鼻と口を覆い、ストラップをしっかりと締めてください。酸素が正しく供給されていることを確認してから、お子様や周りの方々の着用は手伝ってください。救命胴衣は座席の下のすぐ手が届く位置に備え付けられています。緊急時は頭からかぶって着用し、体の前でバックルを止めて紐を締めてください。救命胴衣には膨らませるための赤いタグ2つと、膨らみが足りない場合のマウスピース、さらに救助の際に注意を引くためのライトと笛が備わっています。救命胴衣は機外に出るまで膨らませないでください。離陸の際は座席の背もたれとテーブル、アームレストを元の位置に戻し、窓の日よけを開けておいてください。最後にシートベルトが腰の低い位置でしっかりと締まっていることをご確認ください。機内に表示された安全に関する案内及び表示は全て航空法によりその遵守が義務付けられています。機内の便に不正に手を加えたり無断で持ち帰ることは法律で禁じられており、罰金また起訴の対象となる場合があります。機内は化粧室を含め全面禁煙で各所に煙探知機が設置されています。説明した内容について何か不明な点がありましたら、キャビンクルーにお尋ねいただくか、座席ポケットに備え付けられました安全のしおりでご確認ください。 Ladies and gentlemen, for your comfort, we will be leaving the main cabin light surgery. If you wish to continue reading, you will find the reading light in the panel above you. 離陸に際しまして、まもなく機内の照明を暗くいたします。お手元に明かりが必要なお客様は頭上の読書灯をご利用ください。